一年生たちとひよめ。学校へ行く途中に大きな池がありました。一年生たちが朝そこを通りかかりました。池の中にはひよめが五六羽黒く浮かんでおりました。それを見ると一年生たちはいつものように声を揃えて、「ひよめひよめ」 団子はやるにくぐれとうたいましたするとひよめはあたまからぷくりと水の中にもぐりましただんごがもらえるのをよろこんでいるようにみえましたけれど1年生たちはひよめにだんごをやりませんでしたがっこうへゆくのにだんごなどもっているこはありません1年生たちたは それから学校,にました学校では先生が教えました「みなさんうそをついてはなりません」「うそをつくのはたいへんわるいことです」「むかしの人はうそをつくとしんでから赤鬼にしたべろをくぎぬきでひっこぬかれるといったものです」「うそをついてはなりません」「さあわかった人は手をあげて」 みんなが手を挙げました。みんなよくわかったからであります。さて、学校が終わると1年生たちはまた池のふちを通りかかったのでありました。よめはやはり折りました。1年生たちの帰りを待っていたかのように、水の上からこちらを見ていました。ひよめひよ。め 1> とせいたちはいつものくせでうたいはじめましたしかしそのあとをつづけてうたうものはありませんでした「だんごやるにけぎれ」とうたったらそれはうそをいったことになります「うそをいってはならないと」ときょうがっこうでおそわったばかりではありませんかさてどうしたものでしょう このまま行ってしまうのも残念です。そしたら日嫁の方でも寂しいと思うに違いありません。そこでみんなはこう歌いました。ひよめひよめ単語やらないけれどくぐれ。すると、清めはやはり威勢よくくるりと水をくぐったのであります。 これでわかりました。ひよめは今までダンゴが欲しいからくぐったのではありません。一年生たちに呼びかけられるのが嬉しいからくぐったのであります。